お侍が何か言いたいみたいだ。フカ、天蔵、達者のようだな。大鷹が死んだからね。よく励んだ。お主もな。我らで大鷹族の残党も退けよう。聞いたか、我らだと。後でまた寄りな。口堅い侍の手を借りたいことがある。傷は痛むのか。お前の前では平気だ。笑った時しか痛まねえ。たわごとを言う力はあるな。だが前のように刀は触れない。罪のない秋人が襲われなくなるな。これからはいかにして生きる。まだ大勢が大鷹の毒に苦しんでる。薬がなくても世話はしてやれるし、いつか言えるかもしれない。お前のように。俺はあの毒によって父の死を思い出し、仇を討てる折を得た。それから？仇討ちは無用だと悟った。幾とせも個人に目を塞ぎ縛られ、死ぬことをためらった己をずっと憎み呪ってきた。しかし全て過ぎたこと、罪の心は捨てた。なるほどな。潜む闇は消え去ってはおらんが、それもいずれは。それが癒す手立てかもな。かつての咎を探り、恐怖と相対することが。そうであろうな。幾とせ前には思いもよらなかったことを言うが、お前と行き合えてよかった。俺も思いがけないことをするぞ。ありがとう、ジン。そろそろ立つよ。毒を飲まされた奴らを見つけて助けてやらないとな。